情報を見ます。
調べてるって。やめろやめろ。亡くなった生徒のことなんか調べるんじゃない。いいか、今更掘り返してどうする。悲しい思いをした人がいっぱいいるんだ。相談を受けてた柚月先生だって。そうなんだよな。とにかくやめるんだぞ。 いじめとかじゃなかったの？そもそも自殺するような子じゃないと思う。
質問してどうする。俺が怪我をしたらお前のせいだからな。
話はこれぐらいにしましょう。あなたも人に聞くのはこれでやめにして。